真空管アンプの良さが伝わりませんでした。今日の晩御飯の時間です。これは何ですか？ニラ肉そぼろ焼きそぼろ。これは何ですか？ウーキグモワカメスープ。これ何ですか？トメイト。前回ですね、 THR とこの、ね、マーシャルの DSL-1 の、引き比べ動画を出したわけなんですけども、僕のね意に介せずというか、僕のこんなに真空管っていいでしょうっていうのを目的で、動画撮ったんですけど、意外にというか、まあ予想をついてたところもあるんですけど、あの THR がね、いいぞみたいなあのコメントをたくさんいただきまして、あれ伝わらなかったかってちょっとね残念に思っている次第で、ございます。でね、この辺今ね、あのなんだこっちのね、映ってないかもしれんけど、ブルースジュニア、フェンダーのブルースジュニアで、この音はどうでしょうか。いろんな、ね、要素が噛み合ってくると思うんですけど、やっぱりねデジタル系のアンプ、モデリングとかデジタル系のアンプとこのカメラのマイクの中に入ってデジタル処理されて録音される状態っていうのはとがねすごく相性が良くて、でその今までこの独り言チャンネルでね、そのいろいろあの真空管アンプをね、紹介してきたんですけども、なかなか真空管アンプの音を良い音で取れたケースがとても少ないです。他前の動画でね1回だけ、ここにねあのマイクを立てて弾き比べとかもしてみたんですけど、それでもね本当にいいかって言ったら、いい良さが伝わる音で撮れたかって言ったらちょっと甚だ疑問であります。はい。で、まあ、ちゃんと本当に撮ろうと思ったら本当にコンデンサーマイクとダイナミックを2本立ててしっかり撮って、あとで EQ 調整して、ね、いろんな処理してっていう感じにならないといけない、しないといけないと思うんですけど、なかなかねそこを気軽にそうするとなかなか撮れなかったりとか、動画編集でめちゃめちゃ手間がかかったりしてしまって、このね、なんていうかな、頻度で動画が出せなかったりするので難しいところであります。はい。でこのね、確かにその YouTube 上で、聞いた音は THR が良かったと思うんですけども、多分ね、皆さんここに来てもらって、生でね、この DSL-1 と、THR を、引き比べて見てもらうと、おそらくほとんどの人が DSL-1 が良いと言うんじゃないかなと思います。この辺がねなんかちょっと真空管アンプの良さを伝える、難しいところかなというふうに、思いますね。おそらくですね、そのマイクでそのマイクの特性とかもあると思うんですけど、そのちゃんとした音楽録音用のマイクではもちろんないわけですね、このカメラのマイクっていうのは。なのでその撮れる周波数帯のレベルであったりとか、そのどれぐらいの、感度でその周波数上と下撮れるのかっていうのがそんなにね高く、そのカメラのマイクって高くないと思うので、その真空管の一番おいしい空気感みたいなところが撮れないんじゃないかなというふうな、気がします。でもその代わりその THR みたいなそのデジタルアンプっていうのは結構ね、あの動画内でも言いましたけど、ミシッとね音がなんかミシッとなってるので、そのミシッとなってる感が綺麗にその乗るので、多分良かったんだと、 THR の方がよく聞こえたんだと思います。であとね、そのまあこの今ブルースジュニア、どう聞こえてますかね。これどう聞こえてますかね。こっちの方がやっぱり、いい音では
てるとは思います。でこの辺って多分そのスピーカーの口径とかも、関与してくるというかね、影響してくるんじゃないかなと思います。やっぱこのマーシャルの方はね、いい音ではあります。生で聞いたらいい音ではあるんですけど、やっぱりスピーカーの口径が小さくて、どうしてもねその真空管はね、その口径が小さいやつになるとチープに録音される傾向があるなと、思ったりする次第ですね。だからで、あとマイクの向きとかもあるのかな。今ねブルースジュニアこっち向いてますけど、あんまり真正面から撮らない方が良かったりするのかもしれないですね。逆にそのなんかハイのね、結構その多分波長範囲以上のね、ところが真空管で出てるような気がするので、その波長範囲以外のところがなんかこう直接行ってしまうと、なんか音が細くなったりとか、なんか薄っぺらい感じに聞こえてしまうんじゃないかなというふうに思ったりします。で、ね、これ別の動画でお話ししたんですけど、やっぱりだからそのアンプっていうのは、まあ、参考にするのは、いいと思うんですよ。こういうね YouTube 動画で参考にするのはいいと思うんですけど、やっぱ最終判断は生でね、弾いてみるのが一番だと思います。あと僕を信用するのかどうかですね、はい、生で聞いてる本人なんでですね。だからそのなんて言ったらいいかな、で僕はねあの動画見てですね、その弾き比べの THR とマーシャルのこのねこいつの弾き比べを見て、僕はその生で聞いている感覚を覚えてるので、あれを聞いても若干脳内補正をして、あ、やっぱりマーシャルの方がやっぱりこうなんかふくよかな、音になってるなっていうふうに、あ、誰が来ました、すいませんふくよかな感じに、なってるなというふうに思うんですけども、なかなかそれはね伝わらないのが、このチャンネルの苦しみではあります。はい、なんでね、まあ、あれで THR を買っていいなと思ったのであれば、まあ、ぜひねその楽器屋とかに行ったら結構 THR って置いてたりするので、それで弾いてみたりとか、あとまあこれはね、まあ、ないことないかな、ないことなかったりすると思うので、まあ、実際生で弾き比べてみると、僕の言ってることがわかるのかもしれません。はい、そんな感じですね。そうだからやっぱり相性がいいんですね、デジタルのアンプとそのいわゆるね、まあ、カメラってもちろんデジタルなんで、デジタルのカメラっていうのは相性がいいので、そのマッチングがね、録音した時のマッチングが良くて、結局僕のね意図する、このね真空管がいいぞっていうのがね伝わらなかったっていうのはとても、残念でございます。ということでやっぱり皆さんその生でねアンプを弾くという機会を、たくさん作って、楽器屋をたくさん利用して真空管の良さを、痛感してみてください。ですね、まあ、もちろんね好みなんでその真空管の音が嫌いっていう人も多分いると思うので、そういう人に別に無理に勧めるつもりはないんですけど、なんですかね、でも真空管これだけね真空管アンプが良いと言われているので、これは一回試さない手はないと思いますので、あ、猫の人が出ておりますっていう感じでございます。また何かありましたらコメントとか書いてみてください。では、ありがとうございました。バイバイ。